去年の台風15号による被害で、いまだ一部の区間で運休が続いている大井川鉄道は、災害復旧や鉄道事業への支援を県に要望しました。要望書を提出したのは、大井川鉄道の鈴木はじめ社長です。大井川鉄道は台風15号の影響で、線路に土砂が流出するなどの被害を受け、一時全線で運休しました。いまだ一部の区間で費用などの問題から復旧工事に着手できず、運休が続いているということです。要望では災害復旧や鉄道事業の支援を目的に、持続可能な公共交通の在り方を検討するための協議会を設置することなどを求めています。要望書を受け取った森高志副知事は、年度内に話し合う場を設けられるように考えたいと前向きに答えました。民間企業のですね、力だけでは災害復旧、それからその後のですね、事業運営っていうのがなかなか厳しいなという状況になってきまして、我々独自というよりは、自治体も含めた皆さんとですね、協議しながら、そこの活性化をどうするかというところもですね、議論させていただきたいなというふうに思っています。